ニュースポストセブンです。レジェンドが苦戦しています。阪急ブレーブスの中心選手として20年にわたって活躍し、一時は盗塁の世界記録を樹立した世界の盗塁王こと福本豊氏、2020年に自身の YouTube チャンネル福本豊チャンネルを開設しましたが、再生数は伸び悩んでいます。現在のチャンネル登録者数は1万400人、収益は月2万円から3万円だそうです。しかし福本氏は、僕の人気がないのか、やっていることが世間に行き渡ってないのかわからんですわ。昔の仲間と昔話をするのは楽しいですから、それでいいと思っていますと明らかんと笑っています。